じゃあというわけで今日2日目ですけれども、入場者数も大変なことになってるみたいなのでもういっぱいです、まあ、結構聞き取りづらいと思うんですけども、今年は葛飾店店長の横山店長と参りたいと思います。でとりあえず鈴木さん側から参りましょう。はい、これを取らないわけいかないんですよ。そうですね、知ってますか？キドニーグリル、これあの設営の時から見ましたけどすごいっすよ。1回でもあのネットのコラ画像で、はい、そのだんだん今でっかくなっていってるんですよ、はい、グリルが。だから最終的にこれぐらいになるんじゃないかっていう。あとはとにかく今年あの初の制限なしの入場ということで人がすごいっすね。多分10万人いくんじゃないですか。そんな感じですよね。あの昨日の、まあ、半日から一般の方入れたやつでも4万3000人ぐらい入ってるっていうことなんで、もうまっすぐ歩けないぐらい、昨日のなんか3倍ぐらいいるんじゃないかっていう。そんな感じですよね。でも朝からこんな感じなんで、もうめちゃくちゃ入ってますね。 TBS さんも F8 かな、 F8 スパイダースパイダースで止まってたりとか、アメリカ結構 BBS 履いてるスーパーカーいるんですよね。多いね、有名ショップで。いつかそんなのも動画でお届けしたいなと思ったり。すごいっすね。誰も知り合いがいない。うちの担当の方も出ちゃってますね。はい、そうですね、いないですね。なんかこっち来ました、トムさんフレンボーとコラボらしいですよ。ああ、そうそうそう、なんかこれ、うん、トムスとフレンボーのダブルネームのブレンボキャリパーが未だかつてないですよね、うん、純正の OE で履いてるのなんかありましたけど、案内来てた。これやばいっすね、いつかちょっとボンドとブレンボで、ボンドとブレンボいけるかな。トムスの製品コンプリートカーは、はい、あの葛飾店でも買えるんですよね。そうです、はい、で、多分年明けぐらいにコンプリートカーを展示するっていう。あ、本当っすか。トムスさんと一緒に。じゃあその辺も機会があれば動画をお届けしたいと思います、はい、そしてトヨタブースさんはこれもう入れないですね。入れないね。いい車が何台かあるんだけどな。なんか86の水素エンジンの世界のやつと、ハイブリッドというか電気自動車 EV で、なんかその水素エンジンのやつもインジェクターとかその辺ちょこちょこっと交換しただけで水素化されてるらしいです。へえ、はい、その辺応用できれば、うん、今すごいいい音する車少なくなってるじゃないですか。その辺が復活するかもしれないということで。楽しみ。今日これ動画撮れないですね。撮れないな。先生めっちゃ短い動画になったらすいません。多分明日はすごい人になると思うんで、早めに来た方がいいと思う。そしてワークさんだったりだとか、あと僕モデリスタ、モデリスタプリウス2台。あ、プリウス展示してあるんですか。新型プリウスで面白いのが、はい、トヨタから預かった車が赤色やったらしいのね、はい、で赤色じゃちょっと映えないから、はい、フルラッピングしようっつって、はい、フルラップしたら、はい、この色はあるんですかって言われる問い合わせがむちゃくちゃ来たらしい。そうなります。 そしてこちらはスカイフォージドさんの。そうですね、アズールさん、はい、グラバスのボンネットを乗せた J クラス。あ、電動サイズついてますよ。本当だね。でもうちのじゃないかな。純正品ですね。え、うちのじゃないかな。はい、純正品ですね。この辺が止まってたりとか、こちらのホールといえばリバティさんが、もう大人気。F40 のフェンダーぶったけ、それだけはちゃんと取っていきましょう。全然もう近づけない。無理です。ご覧ください。すげえ。あれ僕も動画よく見させてもらってんですけど、最初赤だったよね確か。赤赤。真っ白になって、なんとワイドボディ化されてるという。でもね、フロントはやってないんじゃないかな。あれフロント全部変わる作り直しっすよね確か。あ、そうなの。確か確か。でリアはあのぶった切ってました。ちなみに昔、はい、F40 のカウルトップだけで800万やったやつ、はい、え、マジっすか、うん、あれハニカムカーボンやから。もうすごい人だかりです。反対側、右側もこうわーって人が、うわすげー。リバティさんブースもやっぱりすごいですね。そしてそしてこっちが、こっちもリバティさんのブースなんですけど、あのセマでも展示されたウルスのキット。セマは確か水色かなんかのウルス、青かな、展示されてたんですけど、それの黒バージョンがなんと展示されてたりとか、あのこの詳しくは言えないんですけど、もしかしたら
ボンドのどこかのショップでこれを組んだ車がご紹介できるかもしれないということでこれ良くないですか、ね、意外とシックというか派手じゃないから、うわむちゃくちゃいいな、なんかなんかこう、ね、今までのこうバチーンっていう感じよりかはすごいまとまってる、ちょっとキャラクターが違う感じで、カーボンフードなんかも入ってて、フードが70万円80万円ぐらいで、これもなんか FRP とカーボン選べてっていう風に昨日説明を受けました私ということで、この辺 LX まだまだ頼んだけど来ないよっていう方も多いと思うんですけど、この辺もできます。そしてもうすごいんですよロハナさんももうずっと人だかりで、あれハイパーでこんなんあったっけ、まあ、新しいっていうか、まあ、割と新しい、去年そうだよね、すげえアクリルかなこれ、センターの足が、あちょっと狭いにあったあれっぽくないですか、あの黄色の720の あったね、あれどこでしたっけ、ラルーテか、ラルーテじゃなかったっけ、ラルーテだったっけ、ワイドボーディ組んだやつありましたよね、はい、あのぐらいのなんかいかつさで、反対側には J ファクトリーさんとかリープデザインさんも、ちなみになんですけど道を間違えましたっていうやり取りをしている車はこのリープデザインさんの車のこれ運んでる時に道を間違えたのをバレましたこの辺なんか割とこうシンプルというかすっごいスポーティーでかっこいいと思うんですよね、この辺もエンジンもやったんですかね、あこれ APR 組んでるんですよ、あ本当だ、 ECU アップグレードボンイーテイクになってるけどカーボンですかね、多分文字数結構早いと思うよこれ、どんくらい出てるんだろう、500馬力出てるっすよ、いやこのサイズで500馬力か、早いな絶対、あでも R3 だからそっか最初から、あれ400馬力やっけ、あれ、純正ショックを車庫上化できる、そうそうそう MSS、うん、はい、この辺なんかも最近みんな電子制御ですからね、そうですね、それ殺さないでローダウンできる、はい、結構下がるんですね、意外と下がるかな、はい、でも大体うちのお客さんとか全下げが、全下げに近いのが一番いい感じになるっていうか、この RS6 もかっこいいと思ったんですよね、まあ、黒でこれホイールどこのやつですか、見ましょうこっちは、あバージョン4入ってる、フロントリップついて、あホイールバランスイットさんのホイールなんだ、22インチ、これかっこいいっすね、かっこいい、シンプルだな、というわけでもう人混みでほぼ撮れなかったんですけどこんな感じがボンドも展示してるこのホールの展示車両っていう感じですね、もう他にも本当に全然撮り切れてないんでいろんな車展示されてます、僕見たかったやつアルファードって言われてもっすよ、ね、ご覧くださいすごいな、スライドドアができんからキャンドビアになってるわ、すげえ学生パワーだよ、横山さんやばい、これこれやばい一応出来上がってんね、あのねノリがセバです去年あの末に行かせてもらったすごいよあれセバです、給油口がすげえなー、えこれピックアップみたいにこうなるんですか、そうじゃねえかな、でワイヤーついてるから多分そうだね、すげえなこれ、ってこんなのばっかりなんですか、いやこんなのばっかりってわけじゃないけどなんかもうとんでもないのあったっすよね、狭いすげえなこれカリフォルニアスライドだって観音開きっすよ、毎年面白い車作ってきますよね、そうですね、他にも本当にいろんなのが、これとか GT カーじゃん、はあ、ねえ、うわこれもやばい、おファイブリンクじゃない、すげえなこれ、ローライダーじゃないですか、ローライダーだね、えこれブルーバードですか、ブルーバードって書いてある、内装も内装も、
あれこれ全部落ちてるやつだ。すげえ。いい。ダッドさんです。はい。ビニーガリーのデザインなんですか。全然知らなかった。すごい。というわけで毎年とんでもない車を作ってくるナツさんのデザインです。さあというわけでなんとですね、ロベルタさんのブースに潜入いたしました。このマークといえばもうロベルタさんということで、多分オートサロンのブースで一番お金がかかってるというか、はい、展示車両の総額がもうバグってるブースなんですけど、ご覧ください。すげえ。ラフェラーリと、あ、ラフェラーリとカレラ GT、 カレラ GT と、これが裏がブランパーのレースかな、 GT3 だね。これなんとナンバー取れないそうです。すげえ。だってウェイト外張りっすもんね。ああ、それでもロベルタついてますから。え、ついてんすか。ついてるっす、ついてるっす。エアジャッキついてるじゃないですか。すげえ。多分先上がってたけどね。あ、マジっすか、うん、やば、これやばいっすね。これちょっと走らせてみたいっすね。うん、やっぱサーキット行ったらすごい面白いんだろうな、これってなんだろう、アクリルか、ガラスだね。ガラスだけど外れるね。え、これアクリルじゃないんですか。アクリルかな。いや、わかんないです。やめましょう。やめましょう。やめましょう。で、こっちは675フルカーボン。これもすごいっすね。いやー、やばいな。金かかってるわ。はあ。え、これは後からっすよね。これはないと思うよ、全然。そうっすよね、うん、もうすごすぎてわけがわからないです。そして去年のオートサロンでも撮らせてもらった P1 もなんか仕様変更して、え、これどうなってるんですか、ラッピングですか。いや、ですね、わかりません。ちょっとアニジャさんに後で聞いてみましょう。いや、ラッピングじゃなさそうやけどな。あれ、これセンターキャップってどうなってるんですか。透明だ。あ、本当だ。すげえ。去年なんかこういうクロスしてるスポークのやつで、うん、ね、っぽいですねなんて言って、じゃあそれでなんて言って、オイルも履き替えて。でも P1 じゃないって言ってました。P1 ですよ。A1 ぐらいだったんですよ。すげえ。というわけでこんな感じでもう5台、もう総額もいくらか分かりません私には。とんでもないブースがロベルタさんでございます。ロベルタの製品各店で、特に葛飾店なんかよくつけてますんで、お気軽にご呼びください。さあというわけで会場を本当にちょろちょろっとですけど回ってみました。人がやっぱりすごいっすね。多いわ。で、車ももうみんな気合入ってて、で、なんとなくですけど僕の個人的な感想としては、このブース、ボンドのブースがあるこのホールが一番なんか活気がある感じが、こっちはちょっとぎゅうぎゅうで歩きにくいけど、まあ、向こうはまだもうちょっと歩けるかなっていう。そうですね、はい、こんな感じのところにボンドブース展示させていただきました、はい、本当にたくさんのお立ち寄りありがとうございました。ありがとうございます。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録と、最近 SNS も毎回言ってるんですよ、はい、SNS のフォローもよろしくお願いします。ボンド葛飾店もインスタグラムやってるんですね。はい、よろしくお願いします。お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。